北日本放送株式会社は、富山県を放送対象地域としたラテ県営の特定地上機関放送事業者である。通称、略称は KNB。テレビは日本テレビ系列で、リモコンキー ID は1。AM ラジオは JRN と NRN のクロスネット。NNN 系列局のラテ県営局の中では、四国放送と並ぶ最も歴史が古い放送局でもある。 系列新聞は北日本新聞及び読売新聞。テレビラジオともにニュースタイトルは KNB ニュース。かつては北日本新聞ニュースも放送されたが、現在はすべて KNB ニュースに統一されている。もともとラジオ局として開局したためか、日本テレビや読売新聞との資本関係は一切ない。ただし、 ラジオでは1980年代から1990年代にかけての一時期に、プロ野球中継との兼ね合いで、読売新聞ニュースが放送されていたこともある。現在では、読売新聞のローカル CM も数多く流れるほか、共催イベントも増えてきている。テレビの系列については、北信越の民放各社がほとんどラジオ、東京テレビとネットを組んでいたため、 当初は KNB もその線だろうというのが一般の見方であった。社内でもラジオ、東京テレビか日本テレビか真剣に検討が行われ、最終的にはサービス放送中に最後の段が下り、営業成績が良く、プロ野球のナイター中継が多くナイターの延長にも対応可能である等の理由から日本テレビ系列主体の編成となった。現行の略称ロゴマークは、 2002年の開局50周年を機に、ユッチュ、メツピと共に制定、変更されたもの。それより、前、1997年から2001年までは、羽のついた卵型の円に、KNB と書かれていたものを使用していた。ただし、当時の正式なロゴは、開局時から使用されていた KNB を、片切った多角形のロゴであった。現屋は、長年使用されているが、 駅面の文字は2度変更されている。初代は当時の KNB の正式なロゴで、2代目はゴシック体で、KNB 北日本放送、3代目は南面では、ユッチの下に、KNB の原ロゴ、当面に、社名ロゴが貼り付けられている。新聞のテレビラジオ欄では、KNB テレビ及び、KNB ラジオと表記するところが多いが、かつては、北日本テレビ及び、 北日本ラジオと表記されることが多かった。スポーツ放置は現在でも北日本テレビと表記している。なお、富山新聞や石川県の北国新聞は一時期、KNB ラジオではなく、KNB 放送と表記していた。テレビ金沢が開局するまでは、石川県の NNN ニュース取材を担当した。また、ザトップ10、歌のトップ10などの石川県内の中継も、 担当した。昼夜放送は実施しておらず、平日は27時台にはすべての番組を終える。北陸地方の日本テレビ系列局で唯一、日テレニュース24のフィラーも行っていない。過去にニュース庁1430では大雪関連の報道として、富山市内の天気カメラによる裏送り中継が行われたことがある。企業、団体の名称、 個人の肩書きは、当時のもの。出展、1978年3月31日1992年3月31日2003年3月31日2016年3月31日1954年、富山白記念写真帳に収められている写真。現在は、北日本放送前景1988年12月まではご自戒し、 翌日三時までの二十二時間の放送だったが、九百八十九年一月の、走れ。歌謡曲ネット開始以降は月曜未明を除く二十四時間、放送に移行。放送開始期点は五時となっている。現在、日曜三時五時と月曜未明が、放送休止となっている。なお、送信所は当初ネイン軍司法庁田尻地区に置かれる、予定であった。また、当初の送信所は、 ネイ軍長岡村西山となっていた。詳細は公式サイトのラジオ番組表を参照。自社制作番組ネット番組ふとじは同時ネット番組。インは KNB モーニングスクランブルは取れたてワイド調整は KNB デイリーラインに内包して放送されることを表す。自社制作番組ネット番組1952年6月24日の番組編成。 北日本放送10年史72ページより、デジタル放送日本テレビ系列のリモコンキー ID 地図在庫局でリモコンキー ID4 はどこも使用していない。また、この他の NNN 系列局でリモコンキー ID に4を使用しない放送局は、3のテレビ宮崎、5の札幌テレビと福岡放送、7の福井放送、10の読売テレビが存在する。 デジタル放送は2004年10月1日に3、大都市圏以外の民間放送局としては初めて放送開始。他に NHK 水戸放送局、NHK 富山放送局も2004年10月1日に放送開始している。アナログ放送2011年7月24日、低波時点サービス区域は富山県全域と石川県の大半、岐阜県日田地方。 新潟県の一部に及ぶ。かつては、石川県放送郡の都庁のケーブルテレビ局、の都庁優先テレビ放送で、区域外再放送を実施していたが、アナログ放送終了と同時に再送信が廃止された。太字は、字幕放送。最新の放送情報は、ムブウェブテレビ番組表を参照。自社制作番組日本テレビ、系列番組テレビ朝日系列番組テレビ。 東京系列番組、民間放送教育協会企画番組、再放送枠自社制作番組系列外の番組。インは番組自体は継続中テレビ朝日系列テレビ、東京系列、TBS テレビ系列中リップテレビ開局まで。インはタット開局後に移行。星印は KNB が途中で打ち切った番組をタットが開局後に再開。このか。 TBS テレビ系列のドラマのほとんどが KNB で放送。富士テレビ系列 BBT 開局までは BBT へ移行した番組。BBT 開局後韓流ドラマその他、北日本放送10年史228から229ページ、感激の t v 本放送より、当初は専門職で採用していたが、現在は総合職として採用している。 2020年は新型コロナウイルスの影響で両方とも開催中止になった。2021年3月28日より公式アプリ、KNB アプリがサービス開始。キャッチコピーは、と、山の今にワンタップ。自社制作番組との連動サービスもあり、開始に合わせて以前に公式サイトの専用フォームで受け付けていた番組参加はアプリでの応募に行こう。 ポイントサービスも存在し、アプリでのログインボーナスをはじめとして、番組参加ボーナスやミニゲームでポイントを貯めることができる。貯まったポイントは KNB 限定グッズやクーポンに交換可能。曲のキャラクターは、ゆっちとめっぴと、えちゅー。地上デジタル放送のウォーターマークの表示でもゆっちが使われている。えちゅーは、不定期で、平日の夕方の いっちゃん KNB などの番組や各種イベントに着ぐるみで登場している。以前のマスコットキャラクターは牛島モーモーで本社所在地の牛島町にかけて牛をモチーフとしている。日本テレビ系列のワンセグデータ放送の富山県代表のご当地キャラクターは使用終了後にもかかわらず牛島モーモーを使用している。テレビ欄は朝日新聞、読売新聞日本経済新聞、 スポーツ日本では、フルサイズ、北陸中日新聞、毎日新聞中日新聞の岐阜県日立一期版、岐阜新聞、読売新聞新潟県版では、ハーフサイズ以下で掲載されている。ラジオ欄は、石川県、福井県で発行している、全国紙、北陸中日新聞石川県版に掲載されている。石川県の北国新聞では2019年3月31日まで、 テレビ欄、これに関しては、元日や新聞休館日のみ2020年4月12日まで長官に掲載していたが、2020年5月以降は掲載されていない。2020年4月30日までラジオ欄が掲載されていたが、現在は廃止されている。ラジオ欄は有刊のみ掲載を継続している。ありがとうございます。